泉が枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界は。もう迷っている時間はありません。玉木、清らなる泉よ、代々の王を守りし神器よ。異界への道を開きたまえ。力持つ者をこの地に誘いたまえ。軍隊隊長有馬はじめ、で一体何が起きた。おや、こんなところで会うとは奇遇だね。精鋭分隊の隊長殿。お前の仕業か。何か悪いことが起きれば鬼のせいか。なんだこいつら、誰か助けてくれ。させないよ。どうする？ここから逃げたいなら手を貸すけど。逃げない。どんな場所でも人命を守るのは俺の任務だ。だから少しでも多く奴らを倒す。奇遇だね。俺も同じ意見だ。大丈夫かい？ここは俺たちに任せて。ありがとうございます。ここは一体どこだ？なぜ化け物に襲われている？助けてくれ！尋問している暇はないんじゃないかな。行こうか、有馬隊長殿。部下たちがいてくれたら心強いのだが。いや、さすがは精鋭分隊隊長殿。部下がいなくても十分強いさ。あんな化け物見たことない。帝と似た怨霊とも違う。もちろん鬼でもないよ。さてどう戦うか。敵将撃破、次なる目標に向かう。
夜、あなた方はまさしく英雄。どうかそのお力で我が主を救っていただけませんか。どうせあてもない、その主とやらに会わせてもらおう。鬼の狩猟、さすがの活躍だな。ベストだから派手に振る舞おうと思って。君もどうかな。相変わらずつかみどころのないのか。この風景に見覚えはあるか。ない。珍しい景色だね。でものんびり散歩というわけにもいかないか。救援感謝する。ゆっくり話したいところだが、この状況だ。無茶な願いだとは承知している。だが私と一緒に戦ってくれないか。なるほどね。君の必死さは分かったよ。手を貸してあげよう。きっと有馬も同意見だ。さっきはすまなかった。決めつけてお前を疑ってしまった。いいのかい。帝国軍の精鋭分隊隊長が鬼に謝るなんて。鬼も人間も関係ない。己に非があれば謝る。それだけだ。愛は清廉だね。そういうところが気に入ってるんだ。戦闘態勢を解く。ひとまず窮地は脱したようだね。おかげで化け物を追い払えた。異界の英雄たちを感謝する。おい、うん、行くぞ。この世界は泉の奇跡の力によって長く繁栄してきた。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てていたという。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人々が暮らせるようになったのだ。しかし禅王が亡くなった時、
泉と祠は急激に力を失った。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのだ。そんな中、母上は私たちに古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。この言い伝えに従い、私の妹、玉木は、あなた方をこの世界に呼んだ。泉に残された最後の力と引き換えに。異界の英雄は、この世界に対して多大な影響力を持っている。その力を、祠と大地に分け与えてほしい。泉と祠の間で、水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉は蘇る。それが母上の見立てだ。あなた方を巻き込んですまない。どうか私に力を貸してほしい。共に戦ってくれ。いや、ねえ、ああ、そうだね。感謝する。ダリウス。